ただいま、3時間目と4時間目の間の休み時間。いやぁ、さすが霊夢ハイスクール。変わった授業ばっかだね。でも楽しいかも。うん、絶対普通の高校より楽しいよ。こんなことしてて、桃太郎倒せるようになるのかは疑問だけど。鬼吉くん、桃太郎に倒された両親の仇を取るため、ここ、霊夢ハイスクールにやってきました。鬼吉ちゃん、きっと大丈夫よ。こんなすごい学校だもん。そうそう、桃太郎退治、僕も予定や行けたら音もするし、いざという時は、僕非常食にもなるんだ。ただいまツッコミ不在です。そうだね、二人ともありがとう。この学校来てよかったよ。人間の4人はちょっと怖い感じだけど、このクラス、みんな良い子ばっか。うん、僕も悪党桃太郎退治、協力する。いろんな桃太郎がいるんで、苦情は受け付けません。その頃、不良4人組は、夜の帰り道、大声で歌っていたら、後ろから抜かされて、めっちゃ恥ずかしかったのは、どこのドイツだい？お前だよ。もはや最近絶賛不良崩壊中だけど、まあそういうチャンネルだししょうがない。しかもそのネタ、不良じゃなくて女王様だしな。てかおめえ、とっとと私と場所変われ。しょうがない。少々刺激的な映像なので、モザイク処理させていただきます。仕事できないモザイクだぜ。おし、やっと話を進められるぜ。次はとうとう4時間目。それ終わったら、とうとう番長との待ち合わせ。なんだかワクワクしてきた。とりあえず、次の時間は適当に体を休めて。番長戦に備える作戦で。了解。4時間目、英語。ハローエブリワン。あれ、なんか初対面じゃない気が。むしろよく知ってる気が。はいそこ、もう授業始まってますよ。死後はやめなさい。ち、めんどくせえ専攻来たぜ。どうせここの英語、高校生でアルファベットからとかだろ。私が英語担当の A 級よ。以後よろしく。じゃあね、時間がもったいない。早速授業やっていきます。本日は関係代名詞、学んでいきましょう。は？では早速ノート取るように。関係代名詞とは、文中の名詞を、後ろから、ここがこれまでと違うとこだな、後ろから文で修飾する表現である。1から3言目との差が。これまでね、日本語でも英語でも、基本的には前から修飾してたでしょ。例えばね、じゃあ猫天使ちゃん、何でもいいから名詞を一つ挙げてくれる？はい、じゃあ猫で。ありがとう。じゃあミミちゃん、どんな猫がいい？かわいい猫。はい、ありがとう。これはみんな国語でもやったと思うけど、かわいいが、猫を前から修飾してるわね。そしてこの語順は基本英語でも一緒。高橋くん、これを英語にすると？キュートキャット。そうね、まあ正しくは漢詞が必要だけど、今回はいいでしょう。日本語、英語、どちらにしろ、語順は形容詞、名詞。ちなみに形容詞が何かわからない人のために、簡単な復習。まずこう覚えましょう。形容詞は名詞を修飾するもの。なんか頭がパンクしそう。名詞はさっき言ってくれたように、猫、犬、机、テレビ、こたつ、本とか、事物の名称ね。じゃあここに電車という名詞があります。この前に一言、適当に付け加えてみるわね。速い電車、速く電車、大きい電車、大きな電車、大きく電車。普通にこれまで日本で暮らしてきて、日本語を使っていれば、違和感ないのと、これは変だな。ってのがあったはずよ。おい今回大丈夫か。小学生の視聴者様もいるんだぞ。じゃあニトリモモンガちゃん、おかしいのはどれ？早くと大きく。そうね、逆を言えば他の3つは何も変じゃないわ。だから基本はこう思ってOK。名詞の前につけて、変じゃなければそれは形容詞。じゃあこれも全て形容詞だな。かっこいい主、優しい主、イケてる主、素敵な主、美しい主。じゃあこれもな、アホな主、バカな主、キモい主、変態な主。そういうことよ。おし、じゃあそろそろ本題、関係代名詞入っていくから集中。こうしてこの後、50分バッチリ関係代名詞の授業。はいじゃあ今回はここまで、しっかり復習しとくように。番長戦を前に、すでにお前はもう死んでいる状態。ふふ、主は英語苦手じゃないから大丈夫だぜ。勝負の鍵は、このアホに託された。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、サンキュー。サンキューな。誠にありがとうございます。ワンワン、ペンペンペーン。なあ。おめえはホモサピエンスだろ。それじゃあまた次の動画で。